今日の相場ユーロ円です。ユーロ円ですが、昨日の高値から引いた HSI の S3 で綺麗に止められています。で、少し戻ったところで今のところは動いています。この S3 下回ってくると、まだ再度下落が続く相場になって、 S4 を目指してくる可能性が出てくるのではと見ています。この T3 があるあたりですね、ここを超えてくると、上昇していく可能性があって、ちょっとヘッド&ショルダーっぽいところですけども、ここの高値ですね、131.49、 この高値を超えてくると再度上昇が続いていく相場になってくるのではないかなと見ています。そうなってきますと、この安値から取っている HSI の R5 を超えて、次 R6 を目指してくるのではと。で、さらに大きな HSI が135円手前までありますので、134円台が目標になってくるのではないかなと見ています。この S3 がある安値を下に抜けるか、この安値を抜けずに 131.49 を超えてくるかというのを、現状短期では見ています。次にポンド円ですけども、ポンド円も、昨日とそんなに変わらないところで動いています。とりあえず一旦高値つけて戻り下がってからの、ちょっとレンジ気味という感じですね。昨日の段階ではこのトレンドラインを見ていて、これを下に抜けたら下落があるのではと見ていたんですが、ここ、割と抜けたかなと思ったんですけど、強く戻って今のところレンジになっています。再度この安値抜けてくるようだと下落していく可能性があると見ているんですが、どうなるかというところですね。ちょっと届いてないですけど、 S3 あたりに、来ていますので、抜けてくると S4 あたりを目指してくるのではと見ています。もしくはこのまま、このあたりでレンジを作って、この高値ですね、 153.62 を超えてくるようだと、かなり強いアップトレンドに入っていくと思います。これはどちらに行くのかですね。一旦下に落ちると、もしかしたら最大でこのチャンネルラインの下を目指してくる可能性がありますから、そうなってきたら下落の可能性も警戒はしておきたいですけども、ここからさらに上を目指してくるようだと、おそらくアップトレンドがかなり強くなってくると思いますから、買い方向で、どんどん攻めていきたい相場になってくると思います。あと一つ見ておきたい通貨ペアがオージードルなんですが、オージードルですね、しばらく下落が続いていたんですけども、一旦トレンドが変わってちょっと上昇気味の相場になっています。この高値から引いた HSI の S8 で綺麗に止まっています。で、ずっと赤い MA を超えることがなかったんですけども、それを終値でしっかり超えて今という感じですね。で、240分足で見ますと、ここが最安値になります。そこから上昇して、安値つけてまた上昇してきてという今ですね。注目しているのはこのトレンドラインです。これを超えてくるとかなり強い上昇に入っていくと見ていますので、その時には買いで考えていきたい相場と見ています。目標は HSI で探っていきたいと思います。この主要な安値からの HSI と、この安値からの HSI で、今直近 HSI の R3 がレジスタンスになっていますので、超えてくると R5 と R4 が重なるところ、これをさらに超えてくるとこの R6 と S7 が重なる 0.96 あたり、ここまでは目指して上昇していくのではないかなと見ています。オージードルもちょっと面白いところですので、このトレンドライン超えてきたら買いで考えていきたいと見ています。以上、今日の相場です。